恐竜プラス人間億千年の時を超え地球を守るために今史上最強のブレイブチームが誕生した。絶対驚くよ。10年生活プロデューサー熱いスピードフル充電群れが騒ぐぜ。伝説をあれからしてワンダホー、ブレイクを黙らせるな、いつもチャレンジャー。本当の強さは一体どこにあるというのだろう。確か家族サービスでリカちゃんや優子さんと遊園地だっけ。いいじゃねえか、あのゆるい親父ギャグを聞かずに済む。だから僕はリカのパパじゃないだろ。お堅いな。そのために兄さんとしたんじゃない。分かりゃしないわよ。分からなければいいなんて考えしたいがよくない。この割引は両親と子供が対象だろ。ズルはダメだ。すみません、本当にすみません。今日日珍しく正直なお客さんが。乗り物の割引券差し上げます。恐縮です。まあ正直に生きてるといいこともあんだろ。兄さんまた正直っていうんだ。いいじゃん、パパの割引でも。理科にとっては兄さんのパパなのか。もう4年にもなるのね、店員さんが死んで。そうだな、お前は健一君とやっていた何でもや引き継いでよく頑張ったよ。だから僕も結局は商社を辞めて。私はもう大丈夫だけど、理科のことだけが心配。兄さんがいてくれてよかった。リカのパパは兄さんでしょ。リカ、パパ、おばあちゃん、パパ、待って待って、おばあちゃん、おばあちゃん、どこ行くんだよ。ブレイブトトド、迷える悲しみの子だ。我が迷路に集え。ステラゴード、私の声が聞こえるか。カオスの魔力に支配され感覚を塞がれてしまったのか。まさか。リカ、リカ、リカのやつ迷子になったのかな。ここ動くなって言ったのに。許して。兄さん、え、あれ見て。許して、あなた、許して。姉さん、どうしたんだろう。みんな
なんで泣いてんだろう。お父さん、どうしました。大丈夫ですか。どこ、ここどこ。え、お父さん。お父さん、すごいね。待って、お父さん。どこに。消えたの？おい、おい、ゆうこ。圭一さん。会いたかったよ。どうして。君と梨花をもうずっと話さないよ。おいで圭一さん。生きていける君には死の世界で苦しんでいる僕の気持ちはわからないだろう。君が憎いよ。そんなこと言わないで。私だって圭一さんに会いたかった。しっかりしろ優子、これは幻だ。でも確かに目の前に圭一君は死んだのよ。忘れたのか。セーブモンスター貴様、なぜわしの幻にかからん。僕がスーパーヒーローだからだ。レイッピン。スーパーリーテンジファイヤー。バキュートーリオ。封印されている。トリュー、ここってロサンタスが来てる遊園地だ。なんだって。リカ、こっち。大丈夫のぼうじちゃん。ありがとう、リカ。でも、どうしてリカは幻にかからなかったのかな。そうか、まだ小さかったからケンイチ君の記憶があんまりなかったのかな。そんなことないよ。ちゃんと覚えてる。パパのことも、あの日のことも。パパが仕事先で事故に遭ったって聞いて、お顔見せてって言ったら、見ちゃいけないって言われて、その時、怒ったの。パパは死んだんだって。パパはもういない。だから私騙されないもん。いいか。
なんて強いんだお前は。そういうグループメイクだもん。内川のさ、キング絶対バリアをこじ開ける。お前の戦隊を信じろ。衝撃の与え方を変えねえと。死にるような邪魔させないよ。どういうじゃお前の仕業だったのか。はいだろう。人間どもは死に別れた相手を追いかけて永遠にさまよったからなんだ。どうしていいんだろう。最低なやつだ。交換だ。頭脳戦は任せた。行くぜアミー。え、果たして頭脳が前側を持つと。ユーコの魂は救えないよ。黙れ幻め。今お前の化けの皮を剥がしてる。親父家第一号。お金のトラブル。お金。え？何を言っている？見ろユーコ。奴は偽物だ。本物の建築ならこれで笑わないわけがない。僕のこの親父ギャグを一番気に入ってくれたのが他でもない。ケイチ君だからだ。お金のトラブル。お金。お金。兄さん、ちょっと笑い事じゃないですよこれ。本当にお金のトラブルで困ってんすから。とかなんとか言って、ツボに入ってんじゃん。笑って挑めばいいよ、ケイチ君。その方が強い心で戦える。兄さん、ありがとうございます。すごく好きですよ。兄さんのその親父じゃん。弟子入りするかい。弟子入りはどうですか。弟子ケンチさんがそんなことを。お前が一番辛かったんだな、ユウコ。でも笑っていくよ。リカもちゃんと父親の死を受け止めてる。早く正気にナルト海峡。え？やめろ。悲しみの世界でくだらんギャグやめろ。迷路に迷っても迷路迷路。涙で顔が。なあ見たいの？兄さん。やめろ。泣け。泣くんだよ。明るい未来に向かって行ってみない？悲しみの幻影を破るとは。見たか、親父ギャグの力。Come on!
クも優子、遊園地のみんなを悲しませてくれたら、今度は僕の怒りの力を見せてやる。オッケー、どうぞ。いいかい、リトルレディ、投げたらすぐ捨てるんだ。私ヒーローは広い心の持ち主なのさ。え？うん、そう今だったな。みんな、リカちゃんはもう先に逃げてる。君も早く、みんなも早く逃げて。おい、仲間が来たか。引いて抜け、キバの勇者超ユネット、アンガの勇者超ユブラック、呪いの勇者超ユブルー、斬撃の勇者超ユブリー、
あの稲妻は戦闘モードの力だ。ブレイブインした充電池が入っているのか。そんなバカ。まずいぞ。どうする、キング。複数と戦うには相手同士をぶつける。パクトの基本だ。行くぜ。勝利ウエスタン。ブレイブフィニッシュ。こいつを俺が完全に使いこなしたとき、次は奴らがあのモンスターのようになるのだ。これからは理科に負けないように、もっと強いままにならなきゃ。兄さんも力を貸してね。ケンイチさんの代わりではなく、いいおじさんとして任せて、ちょりた安心する、その笑えない親父ギャグ。あ、でもあの先端の青いやつみたいにはならないけどね。あれは最低、兄さんにギャグより寒いわ。いや、助けてもらったんでしょ、ブルーさんに。ちょっとは感謝したけど、すぐ幻滅しちゃった。あいつヒーローとか言ってるけど、絶対40代よ、40代。40ってことはないでしょ、ブルーさんは。絶対もっと若い。お、思うよ。いや、若いよ、きっと。笑うなよ、みんな。笑うなよ。ルケンとロスファイターメロメロ大好きスピーメロメラメラファイヤーアロメラスビヨンとノビロビヨンスモおならがぶっと飛び出すゲラゲラお笑いゲラのとる名前呼べばこの番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。行くぜみんな。全宇宙の命運はヒーローたちに託された。これを見ずヒーローは語れない。スーパーヒーロー対戦 Z、 いつ見るの？今でしょ。